スパガチャンネルへようこそ。せーの、スパガーズです。埼玉フレンドパーク、イエーイ。この埼玉フレンドパークでは皆さんにアトラクションに挑戦してもらいます、うん、見事優秀な成績を残した方は、うん、埼玉名物スイートポテトベニヤカくんをプレゼントするのでぜひ頑張ってみてください。はい、頑張ります。ちなみに桜ちゃんはベニヤカくん食べたことある？ないです、初めて聞きました、うん、どう思う？なんかでも男の子がなんかすごい特徴的な、ここにさキャラクターいる。あ、そうそう、この話してたの。そう、この話何かなんか、あ、この子がベニヤカくん。結構そのままだ。開けてくれるの？美味しそう。え、見せてくれるの？え、これって何？なんか食べるの？食べちゃうの？ちょっと私たちの優勝商品じゃないですか。すいません、あれ何食べてるんですか？めっちゃ美味しい。あ、美味しい。めっちゃポテトっぽくない？今日挑戦していただくのはキャプテンリノです、はい、このゲームはカードを使ったバランスゲームで、手札の柱カードと屋根カードを重ねていってタワーを作っていきます。一番最初に手札をなくしたら勝ち、もしくはタワーを崩したら負けというルールになっています。カードにいろいろな効果があったりするんですけど、それをやりながら見ていきましょう、はい、このゲーム勝てる自信のある人いますか？はい、うん、できると思う。いける。ゆうさん、一番最初に手札。え、何？持ってるね。持ってるね。ちょっとやる気を見せてください。はい、頑張ります。それでは年齢の若い順にやっていきましょう。はい、ありがとう。ゲームスタート。なんか釣るよ。でも一番最初だから。そうだよ、一番最初だから大丈夫です、問題ない。でも一番最初が大事だからね。あ、プレッシャーかけないでください。最初のバランス大事だから。ハーブチで決まっていくから。あと右見てくるかね。このあれがね、ハーブチ超大事。頑張って。悪い性格レベルすごい。あのバランス良さそうなやつ多い。お、素晴らしい。ちょっといい感じじゃないですか。うんうん。で、待って、何出そうかな。怖いな。どうする？最初これ出します。プラス1。最初から。はい、最初に最初に行くんだね。よかった、次じゃなくて。確かに。イエーイ。イエーイ。私、カムラちゃんの次か。めっちゃ悪いです。なんでね。やだ。カムラさんの悪じゃないですから。楽しい、これ。いいんじゃない、いいんじゃない、初手。はい、はい、おい。はい、さくらちゃん、どうしようかな。まあでも、最初なんで。何、普通にこれ出したいと思います。はい、何それ。普通のやつ。お、普通のやつ。普通のやつ。ノーマル。たまにお家が出来上がってきてる。リノさんのお家、うん、ね、え、誰もリノさん出さないの？リノさん、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 テンション高いな。はい、お、ちょっと1枚拾ってください。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。あおられて悲しい。はい、河村行きます。河村はでん、リノさんを召喚します。わー、リノさん、そろそろね。はい、お家に入れてあげたいと思います。そうだね、頑張って。疲れました。しっかり盛りますね。ちょっとくしゃみです。あ、大丈夫。はい、できました。リノさん、イン、イン。お願いします。はい、ここに来て形が変わってきつつあるね。うわ、なんか、うわ、嫌な置き方だな、これなんか嫌だ。バレた。どうしよう、リノさん一旦移動させます。おお、またリノさん出てきた。待って、これ置いてから取るんですよね。で、待って、むずくね、こっち側の取るの。確かに。ちょっと待って、え、どうしよう、何出そうかな。ちょっと待って、崩してもいいですよ。ちょっと待って、こっち向けとこ。あー、怖い。崩さないか。崩さないよ。崩しちゃうんじゃないですか。かなちゃんまで回さないと。そうだよ、私が何かでなってる時だからね、カードね。めっちゃ可愛い子になっちゃう。
しよっかな。もう頑張って、果たせ。よっしゃ、オッケー、いい感じか。お引越し完了。続いてかなさん、どうしよう、そっち行けばいいのか。リノさん今ここにいるってことね。オッケー、じゃあ私これにする。じゃーん。お、何ですか。ねー、おい、もう回してくるな。次またカード返しに。リバース？リバース。たまにはね。そうね。流れ。流れよ。最高最高。締めて。はい。はい。楽勝だぜ。大丈夫、手札振る、減らせるから。ちょっと待って、どうしよう。上に行くほど難しいです。うん、どうしよう。何持ってるの、君たち。何も持ってない。何も持ってないの。何も持ってないわ、そうでしょ。全部ノーマルだったんですよ。でも、一回これにしようかな。普通のノーマルでいきまーす。ありがとうございます。何のありがとう。待って待って、何のありがとうだろう。グラグラしてるよ、ね、してなくない？まだ安定感ある、はい、うん、行きましょう、行きます、はい、よし、あ、私の横に座りたかったんだ、だから出したのね、リバース、違う違う違う、はい、私はリノさんを紹介します。はい、リノさん紹介してきた、どうしよう、リノさん、これって頭に使うゲーム、これってね、なんだろう、風を扱うゲーム、うん、なんかこっち右側にいる、うん、こっちにいるよ、あ、いました、はい、皆さん待ちます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 、ありがとう、向いてなかったですけど、今日の試合には向いてないだったんですけど、やばいやばい、じゃあ川村さん、罰ゲームということで、埼玉の好きなところを一つ言ってください。やばいやばい、埼玉の好きなとこ、うん、え、あるよね、罰ゲームで川村ちゃんが思う埼玉のいいところまで、3、2、1、自然がいっぱいあって暖かくてお昼寝にちょうどいいところです。おー、3つぐらい言ってくれたね、うちらの仲間のやつ変わるじゃん、やめてよ、頑張ってください、でもどこにでも当てはまりそうなこと言ってますね。いや、そんなことないです、埼玉に行って感じたんです、私は、あ、感じた、はい、感じた、こう素直に感じたことを言うってことが結構大切だと思うので、そうですね、いいと思います、負けるんだけど、しわ、ありがとうございます、いいでしょう、皆さん、もう一回やりたいですよね、やりたい、はい、ゆうさん、はい、やりたいですよ、はい、やりたいです、はい、それでは2回戦は先ほどの続きからやっていきたいと思います、スタート、次はポニーテール気をつけて、はい、気をつけます、次だから、私は次、復習をしたいと思います、何、さっきプラス1されたので、で、ちょうどリバースで戻ってくるということで、プラス1使いたいと思います、そういてこれでプラマイゼロなんで、そうですね、確かにね、絶対に崩さない、はい、いけた、うん、じゃあ次はどうぞ、別に余裕ですけどね、で私まだ私は1ターンしかできてないぞ、なんでそんな持ってんの、だって1回しかできてない、途中したかやって、待って、もうじゃあ彼はリノさん出します、おー、リノさん出したいと思います、計画的にどうされます、あれどこ、こっちにいる、ちょっと髪ブンブンしていいんだよ、だから短いからそうできないんだよね、待って、ちょっとこれは慎重に、柏がね、あの川口取りながら私たちの部分を怖い、審査しちゃう、怖いです、うわー、待って、爪が長いから、わかる、入りするとこれは、あ、手が揺れた、できる、あ、いけるいける、バランス悪そう、上の方、待って、お願い、倒れないでね、え、どうしよう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 、え、すごくない、普通にすごい、そこやばいね、え、ドキドキしてきた、次、お、え、めっちゃ真剣頑張れ、垂直に、
引きます、プラス1だから。あ、そっか。一旦私はあれにする、あの一旦一番楽そうなもの、スキップを出してみたいと思います。高いでよ、出したい。はい、一回ね、一回こう置いてみて、めちゃめちゃイチャイチャしてる。次につなげるってことが大事ですか。イチャイチャしてます。まんじゅう取り上げていいと思います。確かに二人ともちょっと静かにして。ちょっと待ってね。頑張れ。おお。やだ。答え。私飛ばされた。じゃあ私だ。私飛ばしよう。絶対戻ってきたいな。はい。私はリノさんを出したいと思います。好きだね。リノさん。リノさんめっちゃ持ってるやん。そう、私リノさんがいっぱいあるんですよ。ポニーテール気をつけて。はい。マジャイマちゃんを貸しておきます。はい、私投げてください。すみませんでした。いや、こっちの爪長いの。え、リノさん、こっちの方が揺れてる。寝てるよ。寝るしてない。ちょっとガチります。ガチります。こっちの爪は短い。どういうこと？確かに。あー、取れた。取れた？取れましたよ。え、待って、リノさん。怖いよ。やばい。やばい。やめろ。待って。なんこれを。変わるのか。でも結構やばい。え、もうリノさんやばいって、もうやめとこう。もうやめとこう。いい。あ、マジか。あ、マジか。進んじゃって。でもこれちょっとカードこっち側にしておきました。おー。それっていいの？それっていいの？でもちょっとこれがこっち側にあるから。確かに。あら、いいよ。頭いいね。え、その回るの怖いね。まあ、どしどし歩けないね。確かに。すぐ崩れそう。動画的にありがとう。 ありがとうございます。いただきます。でも田村ちゃんはやっぱり倒してしまったので、うん、罰ゲームを2回目ね、うん、やってもらいたいと思います。じゃあ何ですか、柏の好きなところを言ってください。何個？カスパ。欲しがり。この人欲しがり。嫌です。5個ね。支配人自由だな。ちょっとシンキングタイム15分ぐらいですか。笑顔。そんな、え、じゃあ3つでもいいよ。いいよ、5個で。じゃあ5個で。それでは罰ゲームで柏の好きなところを5個言ってください。はい、3、2、1。柏の好きなところは向上心が高いところ、スタイルが抜群なところ、カホのこと大好きなところ、夜中に連絡してもすぐ返してくれること、カフェに構ってくれたからです。ありがとう。何を見せられるの？カフェのこと好きでしょ。うん、嬉しいからもう一個あげて。え、ごめん。やったー、ありがとう。いただきました。いいの、いいの。じゃあ、ゲームじゃないの。優勝者はゆうさんでした。やったなんですが、あの2回戦目でちょっとかなさんがスキップを出したりとか、ちょっとよく分かんなくなってきちゃったので、うん、これは紅赤くんみんなにあげちゃおうということで。なんで？意味ある、意味ある。私が負けたかった。私が全部欲しい。あんたも負けなされた。ありがとうございます。一番もらってるじゃん。確かに。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。これもくれたら嬉しい。よくまい。え、いいの？今日一番のリアクション、これとか。これでもらえるの？これでいいの？ありがとう。ありがとう。また面白いゲームを見つけたら埼玉フレンドパークを
開演するので、ぜひ遊びに来てください。行きます。それでは以上、スーパーガールズでした。バイバイ。バイバイ。生き物みたいなね。かわいいね。かっこなきのしっぽみたいあ、姿勢が良かったからお前中だよ。え、ね、こういうの？やった！姿勢、姿勢良かったから。見てる時の姿勢が良かったので。そう！全然関係ない。今の、今の。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ急に。今めっちゃ奥だったのに。食べたいなって言ってた。ありがとうございます。ありがとうございます。これもくれたら嬉しい。楽しい。じゃあなんか歯型でばっかりで申し訳ないんですけど、画面見てください。歯型ですね。それは分かってるんですけど、なんかもっちりしてて、和菓子界の中でも結構上位にもっちりしてる感じで、お餅みたいな感覚と細かい、多分そのめちゃくちゃこうやって何時間も煮詰めたあんこですよね、多分。そんな感じがすごいして、すごい丁寧な感じがします。丁寧な丁寧な和菓子だと思います。これ絶対私めっちゃ好きだから、みんなも好きだと思う。あと 1,2,3,4 個あるから全部もらおうかな